波の音が。あ、キャップがしてやった。あの微妙に右側見ると怖いんですけど。右側見るの怖いって俺。うわどうしますかお客さん、これもうここの上から撮れるんじゃん。そこ台あるのか。そこ、あ、ここいいじゃん、ここ置いときゃ取れるじゃん。こっから落としたらアウトだよ。思いっきりアウトですよ。寒い。こちら、真っ青。いいですね、寒いけど。あの看板の裏が外れなくてよかった。上場ですね。風よけとか言わないでくださいよって言おうとしたら先に言われてしまって。みんなでこうやってたら。あと30分ぐらいかな。あー動いてるの分かるね、地球が。30分かかんないんだけど、かかんないね、15分ぐらいかな。手が震える。かわいい。あそこの上もちょうどよかった。ちょうど両側木があって、真ん中に行くらしい。さすが親父。お父さんなんかやってますよ。でか。マリソン。こっ雲があるから沈んでてるのがわかる。まーちゃんそのまま飛べそう。スラフックなんで。そのまま飛んでいけそうな。ライダーみたいな。で真ん中ダイエーって入る。こっちは東映っぽい。ダイエーって違う。ダイエーってあるんだ。ダイエーはありますけど。あれダイエーは何だっけ。ユーフィーやん。なんかドーンと来るやつ。東方あるキャビアでしょ。手が固定
歩きが寒くてすごい震える。風で震えるか寒さで震える、まあ、どっちしても震える、うん、この絵もいい。なんかこの元旦の日の出を見るぐらいの我慢だよ。元旦の日の出よりはマシだ。カメラ動くそう。あ、海面のテカリがなくなってきた。はい、うん、タイじゃない。整備されてくる。あー、ここで1時間半ぐらいかけて。あー、はい、はい、3分の1。え、じゃここから連続でそんな。もう来る。あ、そうですか。ちょうどガードレールの切れ目からちょうどよく落ちたというね、保険金がないので。ああ、どうせ前に温泉入ってたし、風切り落ちたんですよ。羽生さん、いいポイントが取ってくるんですよ。回線遅いなって。はい。あ、でも俺のリモートで出るけど、スローというのは、あの、タイプが狭いけど、でも、ずっと出っ放しでさ、あんまり、道から打ち返るとき、まあ、ずっと出っ放し。でも、録画はちゃんとできてたから。あ、見ようかな。から光るものが出てきそうな感じ。目だか鼻だか。
あいいな。風ですごい揺れる。あ、つけてる、すごい。あ、いいね、あ、いいね、すごい。でも、寒さが半端じゃないんですけど。僕負けない。俺が YouTube にアップしとくから、それをデジタルに撮ったことにしとくから。あー、すげえ。なんか使えそう。あー、すごいよ。雲が真ん中通ってるよ。シャッターチャンスだよ。あ、動いてるね、地球が。違う、カメラが動くんだけど。それは知らない。それは重さ的に。だからやってね、マジックテープつけたな。ここにも。あ、下に降りてきた。
新近霊ホール。あのね、手がもうね、半端じゃなくて、かじかんで。俺も出してないんだ。猫の手だ。オレンジ色になったね。またね、これで鱗雲とか出てたらもっと良かったかも。すごいなぁ。すごいなぁ。ていうか、ホウキゴモは出てる。あー、丸く見えるよ。雲のおかげで。これ見てたら寒くても我慢しよう。わぁ、なんか五光が差してる感じになってるよ、下が。たまま映ってるのかな。試し撮りでこんだけ撮っちゃったから。しばらく休ませないと。あ、USB2、USB、USB だったら充電できる。あ、できないな。ウクシー？あ、違うね。ミニ USB だったらね。しかし顔が全員オールバックになるっていう。かまんそう。寒くて笑いがやばい。寒くて笑いが出る。あ、太陽2つに長い。寒いのかどうなのか分からなくなってきちゃう。これ太陽が細長くなるんじゃん。なるかな。ならんかな。下にビヨーンって伸びる太陽取れるんじゃん。ここまで頑張ったんだからみたいな。もうちょっとだ、頑張れ。早く沈んで。あのままストンって落ちたやん。太陽10カウントにして早くならんかな、なんか慣れそうな気もするな。途中の水蒸気が多いとなる。もうね、なんか喋ってないで、なんかの稽古じゃないんだ。本当歯食いしばるよね。自分でも分かってる。赤いすごい。V3 だ。赤いね。これ太陽にホイロの色だろ。だってブルブルしてる。動くんだもん、手が。あー、はよ、鼻かみたいな。もう少しで、ジュって言うよ、もう少しで。鼻かみ研修の。寒くならないぐらいの。あお、ぼちぼち。ぼちぼちって思ってからが長いよ。あ、でもね、だいぶ落ちてきた。あ、でもだいぶ暗くなってきた。薄暗くなってきた。ああ、今頃思い出したという感じだ。車の中にコート入ってた。何だったんですか。26分くらいだよ。あー、でも綺麗。綺麗だけど寒い。
はなんか雲が裂けるような感じに見えるでした。すごいね、秋田が光ってるよ。あ、本当だ。なんかキノコ雲みたいな。あ、でもなんかね、そんな感じになりそうだね。空のグラデーションがすごい綺麗。危ないかも、寒さに慣れてきたかも。顔以外寒くなくなってきた気がする。まあ、半分くらいもする。うん、後ろに向かって回転してんだよね、ちょうど。これでもう一回下から出てきたらいいやろ。空いい感じだね、これ。このグラデーションが上がってきたら笑う。うん。実はあれ水平線じゃなかったみたいな。西から登ったお日様が。三角形に見える。中も丸く見えないよ。最後なんかピカンとかならんとか消えた。あ、空の色がグラデーションがすごいね。もうこれ以上寒くならないから何言っても無駄。これ以下がないもん。うん、ボトムオブミー。じゃあ行きますか。この夕日を見る、夕日を見るスキモノたちです。はい、はい、撮ってる人もですけど、はい、行くよ。人間のバッテリーが切れてきた。え、ここにもあんな看板。タトチ。ここはそうでもないね。あそこだけ。この看板の後ろがね、良かったんよ。あんなとこにね。ここよう整備されとんですね。